日本が抱える膨大な防衛予算に、いよいよ、インドネシアに、F-15 戦闘機エンジン F-100 が、装備移転見直しで輸出されるとの案件が浮上しているとの情報をキャッチしました。今回は、この F-100 ジェットエンジン輸出できるかを詳しく見ていきます。日本も、F-3 戦闘機開発や F-35 戦闘機の導入で、膨大な予算が、必要になるよね。装備移転を見直しの時期に来ているよね。2023年現在、日本の航空自衛隊では F-15J イーグル、F-2 戦闘機、F-35 ライトニング 2A 型の3機種の戦闘機を保有、運用しているが、各々の今後については機種ごとに異なる対応が行われることが予期されている。まず、アメリカの現、ロッキード・マーチン社の F-16 ファイティング・ファルコンをベースとし、同社との共同開発を行った F-2 に関しては、およそ90機が稼働中であるが、2035年からの順次退役を目指している。F-2 が退役する時点で、その代替を担う機体としては、2022年12月に、イギリスとイタリアとの3カ国での共同開発となる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで行う方向で進んでいることは、既報の通りだ。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、F-2 の代替機となる機体そのものに止まらず、追販させる無人航空機も包括したプロジェクトとなる見込みで、同数での置き換えならば、90機前後が調達となるだろう。もともと日本が現行の F-2 をアメリカと共同開発を行ったのは四方を広い領海で囲まれた地理的環境下にあって、そこに接近してくる敵艦に対し多数の空対艦ミサイルを装備してその対処を担当させる意図があった。そのため今後の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される機体に関しても、ステルス機でありつつ、F-2 と同様に、多数の空対艦ミサイルの実装が必要となり、その役割を引き継ぐことが要求されている。今現在の最新の F-35 ライトニング2であるが、アメリカのロッキード・マーチン社製の機体を、日本で、その大半の最終組み立てを行う方向で調達する形となっており、通常滑走路使用の A 型105機と短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型42機が調達予定である。そして最後の F-15J イーグルであるが、こちらは基本的にアメリカの現、ボーイング社が開発した機体を日本でライセンス生産したもので、初期型のプレムシップ機が短座98機、複座12機、後期型のズムシップ機を101機ほど保有している。この後期型のズムシップ機101機のうち、日本では68機に、星空戦闘機として、空対空兵装に、さらなる近代化改修を施し延命させる方向で動いており、いわゆる第4世代としては、世界最強と謳われた同機に、新型の空対空兵装とアビオニクス類の換装が予定されている。逆に、初期型の F-15J イーグルであるプレムシップ機は、F-35 ライトニング A 型と B 型の配備状況に合わせて、徐々に退役させていく方向だが、同機の機体寿命は、およそ8000時間とされているのに比して、機関部のそれは、2000時間以上長いと召されている。そのため、退役が確定している F-15J イーグルのプレムシップ機は総発であるため、少なくとも110機分、つまり220機以上のプラット&ホイットニー社製の F-100 エンジンを、現 IHI 社がライセンス生産したものが、浮く計算となる。プラット&ホイットニー社製の F-100 エンジンは、この F-15 イーグルのみならず、現ロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンにも搭載されていることから、中古といえ、とそのニーズは高い。これは F-15 イーグルが日本を除いても
およそ1200機が製造されたことに比して、F-16 ファイティングファルコンは、これまでに、すでに4600機以上が製造されており、今も、新型機の採用が続く西側製の、いわゆる第4世代機屈指の機体数を誇るためだ。日本では、退役させる F-15J イーグルのプレムシップ機用に、IHI 社がライセンス生産を行った F-100 エンジンについて、現在も F-16 ファイティングファルコンを保有、運用中であるインドネシア空軍に向けて輸出する方向で、検討を始めているという。ただし、市も、もちろん、ここで対象となる IHI 社製の F-100 エンジンは、本家であるアメリカのプラット&ホイットニー社製のものをライセンス生産した機材であるため、当然、同社とアメリカ政府の両者の許諾を得ることが必要になってくる。それでも、日本は、政治的には、太平洋戦争後には、事実上、防衛装備品の海外輸出を禁じていた武器輸出三原則を、2014年4月に、防衛装備移転三原則へと改め、国家安全保障戦略に照らした新方針として、当時の安倍政権が制定した経緯を持つ。従来までの武器輸出三原則は、日本の武器輸出は、もちろんのこと、武器の国際的な共同開発についても、厳しい規制を課しており、装置やケースでも、逐一、個別に例外規定をクリアする件付けであり、事実上の禁止と呼んで間違いではないものだった。これが、防衛装備移転三原則へと改められたことで、その内容は、逆に武器輸出を禁じる際に、その内容を吟味する方策へと変えられ、従来と比較すれば、かなり柔軟に、日本からの武器輸出が、政治的に可能な運用とすることが期待された。ここに至った経緯は、日本の武器産業は、自衛隊という非常に、数量が限定された取引先しか、販売先が存在しなかったため、構造的に、どうしても少量生産に止まらざるを得ず、その弊害として、武器の単価が、高額となる状況が慢性化していた。これを是正し、海外にも、武器輸出の門戸を広げることで、自衛隊が調達する武器の単価も、結果として低減させる効果を見込んだ防衛装備移転三原則への改定ではあったが、少なくとも現状ではその趣旨に不及成果は得られてはいない。今後は冒頭で述べたように F2 の代替機としてイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発となる GCAP グローバルコンバットエアプログラムを行うが、そこで開発された戦闘機のアジア地区への同期の輸出は、日本が担うことが期待されている。ただし、これも、有望な取引先が、現時点で見えていると言えるような状態ではなく、悪く言えば、川山用的な域を脱していないものだと思われるが、それだけに、今回の IHI 社製の F-100 エンジンのインドネシアへの輸出の可否は注目される。インドネシア空軍は、1989年から1990年にかけて、新品の F-16 ファイティングファルコンのブロック15や、2011年には、中古ではあるものの近代化改修された同機を調達しており、IHI 社製の F-100 エンジンは、それらに即使用が可能である。また、直近でも、インドネシア空軍は、アメリカから、F-15 イーグルを36機ほど調達する動きを見せており、これが、実現すれば、同機にも、IHI 社製の F-100 エンジンは、使用することが可能であり、ニーズとしては、高いことが予期される。仮に、実際に、インドネシアに対する、IHI 社製の F-100 エンジンの輸出が具体化された場合、日本がいかほどの費用で輸出を行うのかも注目点だが、
現時点で適正と考えられるものとなるのか、今後を見越したサプライズ的なものとなるのか、興味は尽きない。ただし、あくまで個人的な感想を述べることを許してもらえるのであれば、今、まさに、ウクライナに対しては、F-16 ファイティングファルコンを西側諸国が供与する点が焦点となっており、そのスペアパーツとしての輸出も、検討の余地はないのだろうか。このまま、インドネシアへの輸出も、立ち消えになる可能性も考慮すれば、ウクライナ支援に、サービスでそれを充当することも、政治的には、大きな意義を持つのではないかと思え、国際貢献という点からは、そちらの方が、有用にも感じられる。ちなみに、某インターネット配信の討論番組において、日本の反戦団体の代表者が、日本は、ウクライナという、戦争当事国には、防弾ベストさえも送るべきではないとする意見を開陳している場面を目にした。いわく、それは、日本が送った防弾ベストで、ウクライナ側の兵が生存し、戦闘に継続し続けることは、武器の供与と同様であるとの意見のようだったが、そうした理論が、今の日本で、多数の支持を得ることは、極めて困難だろう。